丹波さん、撮影の時に、ヘアメイクさんだったか衣装さんの若い女性、松方さんってやっぱり飲みに行く機会があって、当時の奥様も飲みに行くには飲めないで、飲めないのに、飲めないのに、まあ行くわけですよ。松方さんが飲んでいらっしゃったグラスをそのまま、まあ杯みたいな形で飲めって言われて、いただきますって言ってガッと飲んで死亡してました。電磁さんはその時代劇とかになると、そのタッチが手じゃなくて刀の鞘になるって聞いたことありますね。伝説のことがいっぱいあって、いや本当あった。あと、ああいうそれまで俺あの学園ドラマが多かったから、あんだけ大御所の役者さんがね、いるドラマが初めてだったんで、何もかもカルチャーショックで、スタッフがやっぱそれまでは強かったけど、圧倒的に役者が強かったから、あのホテルの現場は。まあ、丹波さん筆頭にね、丹波さん、松方さん、まあね、小林年次さん、年次さん、すごい、もう昭和の銀幕の大スターですもんね、そんな方々と。いや本当ですね、まあ、一番ね、あのね、丹波さんあたりはあのちょうどあのゆっくり起きてご飯食べて入る時間に必ず入るというね、大体13時ぐらいから、うん、僕はあのその、まあ年次さんと変わ年次さんが、まあ、卒業されて、で若いマネージャーとして入りました。年次さんは会ってなかった、はい、で松方さんと丹波さんとのシーンが割合多かったんですよ。そうだ、で、まあ、スタジオも多かったし、まあ、ホテル、実際 の, そのヒルトンでもあったんですけど、うん、まあいろいろエピソードあります。丹波さん、丹波哲郎さん、もう大スターです、うん。現場入られます。もう緊張します。もうバーン緊張して、あ、おはようございます。おおみたいな。で座ります。そこで監督がテラのこう台本を、はい、名前がこう伝えてください。セリフこのまま。おおっつって、そこでそこで初めて丹波さんのセリフを。入れるという。そうそうそう。現場 で, で、ね、現場でセリフを入れる玉さん。入れるならいいけど、カンペもありますから。ありました、ありました。入れるならいい。すごいな。同じ方向でしか喋らないっていう。だからなんとかでなんとかでなんとかだ。後ろにはレイコンがいる。で、丹波さんの前だから、まあ大御所なんで、もう例えば3話ぐらいいっぺんに撮るわけですよ。うんうんうん、だからもう、あの流れもその AD さんとか説明しないといけない、こうでこうでこんなことがあってこうなんです、その時のセリフなんですみたいな感じで、うんうん、じゃあお願いします、じゃあすぐすぐ本番、ま、すぐ回るわけですよ、それで、でめちゃめちゃこうかっこいい、うん、そうできちゃう、すごいですよね、誰よりも説得性のあるこうセリフをバッと決めて、うん、すげえと思って、うん、でもそれでも説得力ですよね。説得力があるわけですよ、そのセリフに。松方さんだって朝まであんなに飲んで完璧だからね、セリフ。そう、俺あれには驚いちゃいますよ、いつも。いや本当すごいですよ皆さん。松方さんのすごいのが黒すぎちゃって照明さんがめっちゃ困るんですよ。ですよ、あの釣りが好きだから、そうですよ、ね、一応漁師って一緒にいるから自分でホテルまでホテルまで漁師、京都の人なんか言ってるじゃない、うん、ああ漁行ってきたからねなんてあの頃松方さんのそのね釣り の,、うん、あの特番がすごい多くて、いまだに、いまだにって、ね、海外とかに行って、うん、でもう真っ黒でスタジオに来て、うん、で女優さんともやっぱりこの、うん、
同じサイズの絵だったりすると、うん、照明が作れない、なるほどね、違いすぎちゃって、違いすぎるからね、もうすごい色ですもんねテッカテカの繋がんない時があったんだけど繋がんない時急に真っ黒になっちゃって5分後に照明さん泣かせですごかったですよ本当にね。松方さんって結構常にガム噛んでらっしゃいましたよね。ガム噛んでんの。でも本番の時に閉まっちゃうの。そう、どっか閉まってるんですよ。閉まっちゃう、うん、あれ多分お酒の匂いを気にされてるんじゃないかな。そういうのですかね。多分ね、うん、そう聞いたけど、うん、本番どっか上顎かなんかにこう閉まっちゃう。でまたカットかかると隠せる。そう隠せる。隠せる。すごいすごいテクニックだなと思う。あの松方さんと丹波さんのすごい、あの本番じゃない時のその裏での話、うん、いろいろあの皆さんですごいなと思ったのが、丹波さんが松方さんに営業の依頼をどんな、どんな今でいうさ、裏営業みたいなものだと思うんですよ。それで、まあ、あの時代だったんで、まあ、多分いろんなその地方で の, そのスポンサ ー, あー、まあ、谷町っていうんですかね、うんうん、多分だからそこに行くだけでもう顔出すだけで100 100 危ない。桁がまず違うじゃないですか。顔出す行くだけでいくらとか、で何月何日どうなんだみたいな話をしてて、すごいね、昭和の人ってすげえなすげえなと思ってて、そういう話をもうあのスタジオの奥の方でやってるんですよすごいろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア363-133。何かの時にでも松方さんとのあの飲める機会があって、はい、うん、でその時にやっぱり松方さん大スターだなと思ったのが、やっぱりそのブランデーグラス、うん、でブランデなんか大きめのブランデーグラス、本当あの裕次郎の世界じゃないですけど、大きめのブランデーグラスにもうめちゃめちゃ高い、うん、あのブランデー、はい、もう多分何十万もする、銀座で言ったらレミーとかなんとか VSOP みたいなやつをこうやって、うん、つってこうなんかちょっと炙るとなんか温めるといいんだみたいなこと言いながらガーって飲んでる、その席にご一緒させてもらったんですけど、張さんいなかったっけ、あの時いたかな。とにかくでもあのストレートしか飲まないから、そう水割りとか絶対水みたいになってて、そうなんだよね、かっこいいんだよね、本当飲み方もかっこいいですよ、うん、やっぱ乱れないしね。そう、あ、そう、ね、乱れないですね。なんかその飲んだ次の日は浜さんから もうピシッとしてらっしゃる。そう、それがすごくて。で、さ、でもまあ例えばサングラスかけたその目の奥は本当優しい目なんだよね。本当優しいんですよ。あれがね、まあ、素敵ですよね。気さくだし。そう、気さくだしね。俺松方さんってやっぱり飲みに行く機会があって。当時の奥様もその飲みに行くには飲めないの、行ったんですよ、行ったんですよ、飲めないのに、まあ、行くわけですよ、うん、京都とかで、京都とかでも、うん、で当時の奥様もその席にいらっしゃっていて、うん、で、おう、圭介とか言われて、うん、まあ、飲め、うちの嫁だとか、あ、はじめまして、まあ、飲めって、あ、僕ちょっとって言いかけた、俺の嫁の前で飲めないのかって言われたら飲むしかないっていう状況になって、うん、で松方さんが飲んでいらっしゃったグラスをそのまま、まあ、杯みたいな形で飲めって言われて、いただきますって言って、うん、ガッと飲んで死亡してました、うん、まあ飲むしかないね、飲むしかない、飲むしかない、死亡して飲めないんだから松方さんも知らなかったとかね、いや知ってか知らずかわからないですけど、うん、もっとそれ断れないでしょ、どう考えたって、うん、断れない、断れない、絶対断れない、うん、断れない、だいたい朝までだったじゃないですか、そうなんだよね、うん、必ず朝だったですね、朝だったねあれ役者のそういう飲み会ってなんでみんな朝まで飲むの酒が好きなだけだと思いますけどねまあ、やっぱりみんな暑いよね、で芝居に対するそのあれで、うん、もう堂々巡りなんですけどあ、だいたい朝なんだよね。じゃあ、ね、年次さんの代わりに来たってことは、うん、年次さん の、うん、あの女優のお尻のタッチは知らないってことですよね。あ、知らない、何それ。もう挨拶帰りでおはようって言って、年次さん、あの今野さんとかね、たるみおさんとか岡安由美子さんとか、はい、もう普通にしてるんですよ、はいはい、おはようございます、おはようございます、おはようございますこんなにされてんのか
そういう系で言えばすごい話が丹波さん、丹波、はい、さん、忘れもしないあの ホテルでの、撮影の時に、うん、ヘアメイクさんだったか衣装さんのあと若い女性、うん、おう座れってどういうこと膝に、はい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 、そう座れセクハラパワハラだよね今だったら退場ですよ今だったら、うん、で若い子で誰も何も言えなくて、はいみたいな感じで座るしかないですよね、もうね、で座らせて、うん、でおお、そんな前はみたいな感じでいやこれから本番の時よそういう大スター。マッタさんもそうですけど、昭和スターのご挨拶ですよね。そうそうだよね。ご挨拶だよね。ご挨拶。禁止って。年次さんはその時代劇とかになるとそのタッチが手じゃなくて刀の鞘になるって聞いたから。タッチが表現者から聞いたんですけど。タッチが刀の鞘で置いてやれるっていう話を。すごいよね。だから本当今だったらもう絶対無理な。やっちゃいけないことだったりとか、はい、もうやっぱりもう本当規模が違うよね。いや規模違うし、なんだろう、大胆というか、うん、もう許されてたじゃないですか。そうだよね。もう今はもう SNS は何だってね、うん、なんでもあるけど、やっぱりもうね、うん、当時はやっぱり楽しかったね、うん、そういう意味ではね。一つね、あの丹波さんで、うん、まあちょっとあのちょっと悲しかったなっていうエピソードがあるんですけど、まあ何回もご一緒させて、あとあの近藤さん、近藤あのプロデューサーの別の、 あの2時間だったりとか、うん、そういう時もあのご一緒させてもらって、である時に「ちょっと世間を騒がしとるの」みたいなこと言われた「騒がしとるの」って「ああ」ってよく分かんなかったの、うん、ああどうも」っていうホテル何回も。やってんですよ一緒に、ね、世間さ、俺世間なんか騒がしたかなと思ったらもう間違いなく羽賀健二と間違えたかぶってる。あ、でも仲いいじゃないですかその時は羽賀君があのもうだいぶアンナちゃんともいろいろあったりとか、その梅宮さんといろいろあってのワイドショーすごかったんですよ、うん、でその検事と俺を待ち、でもホテルで何回もご一緒する検事と俺違うのになって思う。検事さん見てもマイキーさんだと思ってたんだけど、ずっとそうで、もうそこはだからもうあともう否定せずに、あすいませんそのまんまもう俺はもういいや、俺は検事なんだ、俺検事なんだもうできないですよね、否定できないです。そうだから、そうですね、丹波さんの中では多分あの検事と俺はあの一緒なんだ。今その話で思い出しましたけど、あのたっちゃんの役名が、うん、あの達夫っていう、たっちゃんだの達夫だのみんな呼んでるから、うん、瀬川監督が梅宮君だっていやね、すごい、あの、俺、佐野圭介って名前じゃないですか、はい、ジョーさんがなぜか、たっちゃんたっちゃんって言い出したら、もう影響力強いから、この人、確かに、もうみんながね、たっちゃんって呼ぶようになったわけですよ、で伊藤和平さんなんかね、佐野達夫だと本当に思って本気で、うん、俺も達夫だと思っちゃったから、最後には、で多分これ、誰も知らないと思うんですよ。俺一番最初にエンドクレジットでそれぞれ名前が出るじゃないですか、河合達夫って出てたんですよ、うんうん、ある日途中からね、達夫だけだったっていうエンドクレジットで、あの上田達夫だけだった、最初は河合達夫って出てたんです、うんうん、ジョーさんエンドクレジットまで影響を及ぼしてるすごいっすよ本当そんな中で、ね、梅宮君とか変態な感じでちゃうんだみんな吹いてましたよね、あの時梅宮君はないよ、なんだろうって、達夫だからなんだ梅宮君、いつから梅宮君だったすごいねすごいですよ、この人ジョーさんの影響力いやいや、そんなことはないけど、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。
出たよ焼きそば。お湯をお願いします。あれコツコツとやるといいよ。いあれ なんで芸能界去ったって、ちょっとその時すごい変なストーカーの人がいたんですよ、うん、で舞台やってたんですけど、その舞台の客席で発狂してやるみたいなことを言われてる中仕事をしてるような時期が実はあって、なんか結構なんですかね、その上司にこういう報告をしなきゃいけないとかあるんですよ、こういうことをお客様に説明しなきゃいけないみたいな時に、だいたいこう、やっちゃいなよみたいな言葉が出てくるんですよ。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133